うお、宝箱。画質は落としてない。もしあのエンコードみたいなんかガビガビになってるようだったら、あれ落として、多分落とせるよね、画質。1080のやつを700とかに下げたら多分ちょっと見やすくなると思う。ワン君もそもそも1080ない、マジで嘘だろでもその辺の設定後で見とくわ。じゃあずっと1080ない、マジか。え、他の人って1080あったりする？どうなんだ。まあいいや、ちょっと後で考えるわ、その辺は。今それどころじゃないので。あ、もしかしたらあれかも。俺、この間画質落としたかもしんない。設定で。ちょっと忘れちゃった。え、俺の配信で一回もさ、HD になったことないってこと？もしかして。配信は720まで？俺だけじゃない？俺だけじゃない？俺だけだったら、この活動して2年弱ずっと設定間違ってたことになるから、そんな恐ろしい話しないよね。怖いよ。他の人は1080見たことある。嘘だろ。ないない。そんなのないって。気のせいだよ。だってさ、2年も気づかないわけないじゃん、そんなの。誰か言ってくれるよね。ねえ。ちょっと待ってくれ。そんなことある？じゃあ俺は何の設定間違えてんの？みんな教えてよ。俺の2年は何だったの？俺が2年間頑張ってきたものを全部低画質でやってきたってこと？ねえ。どういうことなの？俺の心を追い詰めるのやめて。もうここでも追い詰めないで、そっちでも追い詰めないから、俺はどこに逃げればいいんだよ。なあ、頼むよ。ここで俺を、ねえ、魔人のメンタルを削りに来るのやめろ。うわあ、気づいてたら直すだろ、そんなのよ。ねえ。本当に。お母さんはスタジオで撮ったわけで1080、嘘だろ。ああ、もうダメだ。今ショックでもうゲームどころじゃなくなってきた。ショックでゲームどころじゃなくなってきたよ。みんな助けて。うわー、ゲームで追い詰められてるんじゃなくて、まさかコメントに追い詰められると思わなかった。そうなんだ。何の設定がおかしかったんだろう。何が悪かったんだろう。俺の毎日を否定されてしまったかもしれない、ね、俺だけずっとガビガビだったってこと？意図的にそうしてる。そんなわけないじゃん。綺麗な高画質な俺を見てもらいたかったよ。クソ。これ以上画質の話はやめようぜ。モカさんずっとガビガビでしたよみたいなこと言われたら、もう俺ここで心が折れてしまうね。あと1分ちょいなんだ。あと1分ちょい、せめて我慢してくれ。俺のことを責めるのは頼む。